山口教授です、私ついに調子に乗って、おしゃべりする癖がありますので、今回はかつてもですね、松田の候補というのは大変厳しいところで我々物書き屋にこれをくれたんです。越中、候補としてはなかなか珍しいプレゼントなんですが、意図するところはしっかり締めて、越中というのはふんどしなんですよね。しっかり締めて頑張って取材しようという工房からのありがたいお申し出です。その伝統を引き継いで私をコントロールしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、参りましょう。私1933年までです。90歳になりました。恥ずかしながらですが、車ではですね、もうすでに乗用車というのは立派な携帯を成している民間はヨーロッパの車です。でレースではですね、ドイツのメルセデス・ベンツ、それからアートウジョン、これが銀の矢作戦といって、もうヨーロッパのどこのメーカーもかなわないような、強烈な戦いを得るんだ。その初め頃が33年ドイツ銀で、私ですね、物事を書くのにやっぱり英語で日本の自動車産業も書きたいなということで、日英両方で書き出したんです。で、私の名前は京一なんですが、KYOYCHI、外人が読むと京一なんですよね。実に情けないな、そういう強弱自動みたいなので、強弱の弱を取ってジャックというのはちょっと情けないので、これが左側の画像を見るんですけど、中国神話の四天王のお一人で、彼ではなくて彼に踏んづけられているのが、天の弱という、ちび悪魔で、時々悪いことをしてこの世にお仕置きをくれる。このジャックがいいなというので、ジャック山口という名前で横文字では書くようになりました。それと、この天の弱というのはお化けと一緒ですね。お化けには学校もない、試験も何もないという水木をしたらおそらく流れたんですけど、ゲリケの人が多い。でところがね、イギリスには、学校あったんですね。5年ぐらい前に開校したコベント大学のオートモーティブジャーナリズムという、で早速問い合わせたんです。修士課程で4年間、授業料はとても私に払えそうもないくらい高い。第一、4年前から4年やったら今になってますから、とても出たところで役にも立たなかった。ただ学長というのは私と同じイギリスの自動車、物書き組合ギルドというんですけども、に属したとなんで手紙を書いて、学校に行くことはできないけども、1回ぐらい聴講できるかと言ったら、お、来てきた来てきた、その代わり、聞くんじゃなくてやってくると言われてね、いまだに実現一緒なんですが、いつかはイギリスに行って、学校を見たいなと思ってますと。さあ、まずですね、戦後日本なかなか厳しい状況になったで、その時にどうやってこれから生活していこうかと思って、やはりね、米軍からイギリス軍が進駐してきて、東京の街、新しいアメリカの車、イギリスの車を壊れると、これはね、英語と自動車だなと。で、英語だけはですね、他の学科はダメだったんですが、一生懸命やりました。で、英語で、仕事をしたいと。で、自動車
あればいいなというところに、まあ、その頃の英語の給食の場合はジャパンタイムズという、日刊今、うん、日刊の英語の新聞、その求人欄に大きいのが出てました、アメリカ極東空軍、自動車輸送隊通訳募集と、すぐ手を挙げていって、なんとか試験に受かっていったんですが、これがなかなか面白い。まずですね、新型車導入、これはね、軍用車が戦中型だったんですね。で、大中小と小がジープ、中がウェポンスキャリアといってクライスラー製の車、大は GM の六輪駆動車、これをまあ導入する時期にあたって、あ、これは面白かった、ところがですね、そのジープがひっくり返る癖がありましてね。でというのはね、先中型と同じように、前後リジットアクセル、板バネ、しかもね、戦後やはり人間がソフトになってきて、乗り心地ももうちょっとソフトになる。で、サスペンションをしっかりやればいいのに、古いままでバネだけを緩めたと。ということは、すごく労働する。で、一方タイヤのグリップはだいぶ良くなったので、ロールしてグリップする、つまりひっくり返ると。ロードオーバーという。で、ロードオーバーの事故が発生すると、それをなんとか防ぐ方法をその輸送隊でも講じようと。で、結局来たのがね、アメリカから指示が来た、本国から指示が来て、J ターンはやってはいけないよ。J ターンっていうのは、まずある程度のスピードが走ってって、くるっと回って、ローマ字の J みたいに回ると。こうやると、もうタイトターンなので、ロールする、グリップする、ひっくり返ると。だから J ターンは禁止。でもう一つ、一番大きい六輪駆動車、これはね、アメリカ人の若い兵士がシフトができなくなった。ノンシンクロのトランスミッションというのはやったことない。一方日本人のドライバーはプロの場合ね、教習所でダブルクラッチというテクニックを教えてくれた。私も習った方なんですが、何だっけあると。で、アメリカの GM が何をやったかというと、この六輪駆動トラックにいきなりオートマティックトランスミッション。で、これはこの図体で六輪駆動 AT なんです。で、これもやってはいけないことが、絶対に六輪駆動の場所のある中にやるんだと、ステアリングが切りづらくなる、しかも燃費が徹底的に悪くなる。で、ね、燃費が非常に悪いものですから、燃料タンクが真空状態に近いようになって、止まっちゃうと、結局その時もね、あまり無理して早く走れないよと、それが特に暑い時はちょっと気をつけようとみたいなことを教えてました。これが面白かった。はい、どうも。で、ところがですね、その最初の米国軍の時期の私の上司という人がアメリカ人の単位だったんですが、非常にいい人で、自由に仕事をやらせてくれて、まあやりがいがあったんですが、次にしたら、軍ですから、まあ、年中交代しているとしたら、上官というのはモーターサイクル好き、それもドラッグレース好きで、私もバイクは乗ってたもんですから、レースに連れてってやるよと言って、横田のドラッグレースを見に行った。で、そこで、紹介されたのはドイツの BMW というモーターサイクルとイギリスの BSL というモーターサイクルのインポーターの自動車部長、それが右の写真の後ろに座っているヘルマン・リンナーという元 BMW エンジニアの人間で、これにね、誘われまして、しかも私の上官であってイギリスの軍の態度は我々の中流もなくないと、まだいますけどね、だからそろそろまともな仕事についた方がいいよというので、パラッと動いてインポーターに移りました。
で、それが右の写真で、これがあの春日の厚田の東京支社だったビルのちょうど7年前ぐらいの飛行機ビルというのがあったんですが、一番後ろにいるのがエル・マルティンだというそのドイツ人のマネージャー、その前に私がいます。で、その前に師匠と女子がいて、本社は3人だけ、あとはあのサービスしているメカニックがたくさんありました。はい、どうぞ。非常にね、あのこのドイツ人のヘルマンディンガーというのは人使いが荒いというので、アシスタントに雇ってもすぐ辞められちゃうと。でね、あの常に見てみて、ああ、本当に人が荒いなと思いました。まず、東京モーターショーがあったんですけれども、輸入車は出してくれない。輸入禁止でした。で、そこで政府が、日本は、会社を締め出すと言われたのは嫌で、国際見本市というのをやってました。で、国際見本市には、輸入車も例外的に、展示できると。左側の写真というのは大阪でやったその国際の見本市でしたね。これに行くのにね、大阪に、展示した軽より小さいイセッタという車があったんですが、それをこの部長運転していけと、鉄道で行くのはもったいないと、どっちみち持ってくんだから守ってって、向こう行って洗車して磨いて展示していいと。で、それが左側で、バイクは彼の大好きなドラグレストでさ、これを展示して、で、代わりも運転してとことん戻ってくると、非常にこうなんていうかな、軽視接戦型男でね。で、またその頃モーターファンという雑誌が、ロードテストをやってました。で、今の自動車誌のなんていうかな、ロードテストとかからほとんどロードインプレッション、マヌカケ屋の車に乗って、なんだかんだとこう書くと。で、この当時のね、モーターファンのロードテストというのは大学の自動車研究室、東大と東工大、早稲田、日大、そこに委託して車をフルテストしてもらうと。だから計測テストするわけです。でしかも最後に締め切りの座談会、これは教授先生がおいでになって、一応車を試乗されて、そこで、質疑応答、我々にそのインポート側に、あるいは日本のメーカーでしたら日本のメーカー側にいろいろご質問をいただくと、ご批判をいただくと。で、この時は BMW600 という軽よりちょっと大きい車が、出されましてね。で、入って半年も経ってない、新人にですね、こういうところで大学の大先生にご質問に答えるという事態がおかしいんですけど、やらされて。で、この時のですね、話は東工大の渡り教授に、一緒に乗れって言われてね、テストコースで一緒に乗ったら、リアサスメンシュから変な振動が出ると。これは先生ご質疑だから質疑応答得意に出るなと思って調べたけど、今と違ってこう検索はできない。で、六本木にあった東大の生産技術研究所、そこの助教授の先生にお願いして、先生、この車のフロントサスペンションちょっと変わってるんですけど、これで後ろのサスが共振を起こすってことはありますかね、ちょっと待ってください、調べてくださって、可能性はありますね。で、案の定やはり、質疑応答通り出ました。大先生のご家紋で、指導も道のことをしたらしい。で、その後ですね、私、自動車インポーターを辞めまして、物書き屋になったと。ということは、モーターファン側で、メーカーの方、インポーターの方に質疑をする立場になってね、皆さんがお答えしているんだ。となったんですが、この時に東大の平尾先生と言ったとか、山口君、
君が出てる向こう側に出てる記事があるよと。だけど君と渡先生という東工大の、博士なんですが、奇妙なリアサスペンションの振動の話、あれはね面白かったけど珍妙だったなと。さすがに編集者はあれをカットしたって、ね、全然載せてくれなかった。はい、どうする、はい、はい、で、インポーター時代、朝までもってエニノレースが始まった。で、インポーターも出てくれというので、出ました。で、インポーター自体がクラブを作って、そこに出場すると。で、左側の写真はその最初 そのバルコモトレーディングモータースポーツクラブとかで、私もそのメンバーなんですが、この時は BMW というモーターサイクルを渡すつもりが、これが、リンナーという親父の、ただね、もう一つのブランド BSF というイギリスから出されるのはフェアじゃないなというので、抗議をしまして、で、一人大変有能な少年がいるよということで、彼の走りを見に行って、あ、こいつは本物だというのでスカウトしたのが、右側の青年で、高橋邦光、その有名な二輪ライダー、それと自動車レーサーになりました。若くて亡くなったのは本当に残念でした。はい、次で、これがBMW、BSM のサーフィーの浅間のレースで、高橋氏が同じチームの伊藤君に踏み寄というのが BMW で、同じチームで喧嘩をするということはバカなことはないと、私自動車部長に抗議をしたんですね。ところが彼全然言うこと聞かない。で、そこでもって、あ、もうやってられないと、そういうのもレースじゃないというので会社を辞めて、なんですが、その後、高橋邦光、伊藤文夫という BMW の男と、これは日本のメーカーに戻って、ヨーロッパのレース、高橋が3勝、伊藤が1勝を挙げていると。で、この頃のグランプリライダー、日本人は第1級だったんですが、残念ながら日本のメーカー、最も早いチャンピオンシップの道というのは、ヨーロッパ人、イギリス人の矢沢だと。で、日本のライダーを下ろしてしまったと。これはね、実に悲しいことでした。はい、どうぞ。で、高橋君さん、それもご存知と、日産に移って、日産の名ドライバーになりました。で、右は国光が、日本のレース50周年を迎えた時のイベントで、挨拶をしようというんですから、挨拶をしようって、皆さん、国光さん、国光さんって呼んでるから、国光さんって呼んだら、彼が、山木さん、前通り国坊でいいですよって言って、みんな喜んでました。本当に子供だったんです。はい、どうぞ。で、その伊藤文夫の方が、アメリカに行って、で、私が物書きになった時に、シェルビーコブラの427という7リッターの化け物車、私ロボテストをするつもりだったんです、言葉は使えないというので、伊藤カリフォルニアと呼び出して彼に運転させたわけです。これはね、カーブラフクに書いたってことかな。はい、どうぞ。さあ、で、浅間時代一つだけいいことをやった。これはね、ピッタカッタの世界のレースなんですが、電話があった。で、出たら、私、横浜ヨットという会社の堀内という技師たちと、お願いがある、BMWR69 という、ギンギンの二輪車の 600cc 二気筒エンジンを売ってほしいと。で、いやいや、申し訳ございませんけど、日本の法律で、コンプリートエンジンは二輪用に止める禁止されてございますということだったんですが、人命がかかっています。いうので、どうしましたと言ったら、新潟県でダム工事があって、冬凍結する、船はダメ、トラックはダメ、
山の天気はまずい、ヘリも飛ばせないと。でダム工事に継続する、怪我人が出る、病人が出るかもしれない、下ろさなきゃいけないと。その時に何でやるかというので、堀さんという、堀内さんという方が考えたのはプロペラ船なんです。でそのプロペラ船に35マイル級の BMW のエンジンがどうしたかしら、人命に絡むんです。でこの時はですね、 R60 というコンプリート新車のバイク、それを外して売りました。でそれから50年経って、それはね1958年かな、50年経って2008年、堀内さんをお尋ねして、ただヤマハの専務になられて、リタイアして、で彼が最後に発明したというのはこの、お庭の巨木登り機、お孫さんのために作ったんだと。でこういうね偉大なねエンジニアに会えたということは私の本当の幸せでした。でまあさらにこの二輪のバンクなんですが、実際、二輪に、まあ見せられまして、BMW のエンジンを使ったサイドカーレースというのにチャレンジしたと。それまでですね、ただエンジン車を作るんだなくて、実際に乗って富士スピードウェイの最速のレースを持ってやったというバカな。でこれがそのサイドカーレースで、私は、友達が運転する車のカードを乗って、エアピンで見事にバランスを崩して、車から落っこって、で起き上がってとっとことっとこ立ち上がって飛び乗って、それから追ったんですね。でその時の考えはエンジンに絶対的なパワーがあればレースを渡すと、ライダーの腕じゃないと許さないとアイデアを持って、で実際にこう追いかけましてね、なんとかこれは優勝でしたけども、エキゼビジョンレースでもって勝敗なし、小さなバッジ一つけておしまい。でその時にですね、まあ、つまりもうレースは二度とやらないでくれというので、やりませんという誓いを立てまして、私のレーシングライダー、レーシングドライバーの人生はそこでおしまい。はい、次。で、その後ですね、まあ、レースもいろいろ問題があって、インポーターのドイツ人と部長と見事に喧嘩をして別れて、会社を辞めて、次に、世界が見たいなと鳥取、それもジャパンタイムズの広告を見たら、アメリカのパンアメリカン航空というのは、英語をしゃべる社員募集、おっって言ってね応募しました。で会社に入ると、で入った時はプロペラ時代、飛行機は全部レシプロで持って動いてました。で入ってからジェット機になるんですが、2年目にすでに生まれて初めての飛行機になって、で、3年目に、ロンドンにトレーニングに乗って、初めてのジェット機に乗って行きました。はい、次。で、その後ですね、その航空会社が日本人の駐在員をロンドンに送るということで、募集したんで、ロンドン行きたいなと、まあ、飛行機もさることながら車の、まあ、本場ということで、すごい来ました。で、面白いことにそのパンアメリカンという会社、まあ、どこの会社もそうなんですけども、イギリスにある企業は、社員を大学に送り込むんですね。で学費を払ってくれた、いう制度があってね、アメリカのロンドンの人事が、生きてはいないと、うちの社員みんな遊びつけて学校嫌いだけど行ってくれないんで、ロンドン大学の
入りました。ところがね、ロンドン大学の工学部に入れれば、人生もっと良くなったんでしょうけど、なんと国際法というのはその企業と何か関連がある、学科じゃないとかすると、まあそう、まあ、英語の勉強になるからいいやと言って、3年2年でしたか、そこにいました。で、その後はロンドンから今度は戻ってきて、東京にいたんですが、どうもね、新しい接種のができると、この時は、それまで全て、四国の重量計算、それからシートをあのお客様に、私のことですよ、全部手仕事になってます。それをシステム化するの、システム化やると。どうもシステム化に向かないような顔してるんですけども、とにかくやるということで言って、でこの時はニューヨークに、だいぶいまして、1年半ぐらいかな、はい、どうぞ。で、航空産業というのも波乱万丈、この時はですね、ベトナム戦争で、サイゴン陥落寸前でもって、サイゴンの街にはアメリカ人の兵隊がベトナムで作っていった子供、孤児になってるんですよ。父親は特に親父、生活生死してると。で、孤児院に500人の子供がいた。で、それがサイゴン陥落して、北ベトナムが入ってきたらば、目が青い子供、金髪の子供、全部殺されるだろうという恐れがあったと。で、アメリカのお金持ちがキープをしていて、パンナムの747ジャンボ、これ一気チャーターしてくれて、飛ばしてます。500人の子供を乗せて、なんとか脱出したと。ただね、500人乗せるということは、スチュワーデス、スチュワードの数がある程度必要だというので、それが足りない。で、困ったなと思って、私の部門にいた、会社員に、誰かボランティアいないかと言ったので、ね、びっくりしたのは5人手を挙げたと。で、私もその頃は、旅客部の次長だったもので、責任上一緒に行くと言ったらダメだと。日本人5人を送る。向こうで何かあった場合は、責任を取る人間が必要であると。いうふうに残れと言われましてね。で、実際に500人救出して、帰ってきました、無事に。で、これは全くね、オフレコでやったんだけども、行った一人が、朝シェフでいらっしゃった。でこれはね、下手をするとその5人と、それから私、責任者として、クビになるかなと思う。で、アメリカの東部の広報部に、で広報部のみたいなところ、で、今日の朝日新聞見たかって言ったら、あ、何朝日新聞、うちは撮ってないから分からない。もう、で、含みがある。ずっと読まないと思うよと。という意味は、広報としては一切感知しない。ということは会社が感知しない、何の音の目もないよということを言いたかった、はい、だからね、企業というのもなかなか聞いたことをするもんだな。でところが私は3年目時代アメリカにいたんですね。これも仕事で出たんですが、その時にいきなりナショナル航空というフロリダの航空会社に買収しちゃった。で、同化するというので、フロリダに乗り込んで、この時の抵抗はすごかった。でも、なんとか一緒にした。で、日本にまた帰ってきた。だから今度、私と勤めてきたパンダムが、経営状態がものすごくなって、で、ユナイテッド航空というのに、合併されちゃったと。で、された時もですね、パンダムの方があるかに日本では多かったんで、私のポジション、それから部員、そのままでもって動いたと。
しかし、ね、企業が変わるというのは、ね、大変なことです。はい、で、自動車に言います。でまず、マツダ、三輪車、三輪トラック。面白いことにね、モーターサイクルという出版社、これ二輪車なんですけども、三輪のトラックはドライビングプレッシャーを乗っけたりね、で、マツダの三輪車、K の三輪車やった。それから、K の乗用車はマツダがやるようになってやったんですね。で、K の乗用車も最初は2気筒エンジン、高齢だったんですが、それが水平4気筒になった。で、左側の写真がキャロルというリアエンジンの4気筒。で、これ発表したときに、マツダ、常時社長、2代目の社長なんですが、発表会でこれ、晴海でやったんですね。で、我が社もついに本物の自動車を作ります。この車は本物のエンジンを積んでいます。水冷タイプ、水冷容器とで本物の音がしますといったところで、それまでの軽自動車はまだまだバイクみたいな音がしたで、発表会で試乗をしますというので車が並んでいます。なんで全部ドライバーがいる。で、じゃあ試乗どうぞと言ったら、なんと後ろの席にさ、で、本物の自動車の音がする。本物の自動車というのは運転手が運転する。後ろの席にいるのもんなんて、松田常一さんっていうのはユーモアのセンスなのか真面目にそう思ったのかこれはね、なかなか面白い質問でね、ここね、常一さんのユーモアのセンスだと思いたかったというのは、ね、その手でもってこういうふうに貸してくれたんです。借りた車でもって、ロードテスト。で、やるコースがない。で、ホンダが貸してくれた荒川のテストコース。で、ホンダはその頃まだ二輪車だけだったんで、面白がって、どうするに売ってくれるという、これで加速という。で、マツダはその後、どんどん車サイドがファミリアになりね、で、カペラ、ロータリーエンジンスがある。これがモーターファンのカーブダイヤになったと。その時 の写真が右です。これは村尾徳之助さんという副社長が偉大な方でね、山本健一さんというロータリーエンジンの父を新人時代に、ロータリーエンジンやると言ってやったから、まずはバイクのエンジンがバイクというか三輪エンジンから始まって、いわゆるロータリーエンジンですよ。でその方 のモーターファンカーザイヤー受賞式が最次30分からね、分かってる、うん、あと30分、あ、30分、はい。さて、あれ、はい、これはですね、マツダの大危機です。カリフォルニアのマツダのアメリカマツダで、マツダ工兵2代目社長、それから、アメリカマツダの社長、それとアメリカマツダのアメリカ人で、ナンバートゥーマーケティングの副社長、この3人がこの綺麗な作ったばかりの車庫、この時は絶頂期だったんですね。ところが、石油危機が来たと。で、EPA というアメリカの環境保護局が車の燃費の、査定をしたりだと。で、まだまだアメリカには V8、6リッター、7リッターの車がゴロゴロあるのに、
EPA という環境保護局がターゲットとしたのは松田のロータリーエンジン、ガスクイとガスガズラーというニックネームで、これが大変な危機点で、松田厳しくなった。で、その時にですね、松田のデザイン部長だった佐久保さんという方、この方から電話があって、社長、後継社長と話をしてくれないかという、びっくりしたんですけど、で、後継さん、それから佐久保さん、東京に来られて、品川の今亡くなった、ですけど、亡くなった時なんですかね、今ちょうど更地になっちゃってます、そこのホテルのレストランで、お話をいただいたと。で、国営社長がこういう厳しい時代になっていると、ただアメリカ撤退も噂させているようだけども、マツダとしては絶対に撤退したくないと。で、それについて意見があったから、社長おっしゃるとおりと、アメリカという国は撤退はおろか、その気配、縮小の気配が見えただけでルーザー、負け犬のレッテルを押される可能性がある。絶対にそれはね、国民に出してはいけないでしょう。もう粘るようにしようないと。で、頑張ってくださいと。で、その時に田久保さんとデザイン部長、この右側がですね、まだまだあるロータリーを盛んに計画合わせてもらう。この右側で埋まってるのは世の中にあんまり出てないと思うんです。 C5 という、ファミリアより小さな車にワンローターのエンジンを積んだコンセプトカーなんですね。で、その後この車は見たことないな。多分この後石油危機があったらストップになったんですよ。で、佐久保さんの、まあ、デザイン部長 でどちらかというとヨーロッパ志向の方だったんですね。で、松田はだからヨーロッパのデザイナー、デザインスタジオを使った車を出してました。ところが、松田光平社長もアメリカで若い子の仕事をなさったと。松田ではなくて他の会社で、で、アメリカが大変好き、デザインもアメリカ好みになってますね。ですから、その後のルルチェルとか、それからコスモ、結構アメリカ型の車があるんですね。なかなかお一緒にいしまう。で、小越社長、デザインスタジオの位置も行かれてて、で、田久保さんを広報部長に任命して、この危機を乗り越えろと。で、どうしたらいいんだろうというから、確かにマツダは EPA との一件があって、マスメディアは、ガス食いだ、もうじき撤退するんじゃないかというなことを流したけども、自動車メディアにはマツダの愛好者がいる、友達がいる、友人がいる、ロータリーが大事な人間が多いと。で、小林社長にその人たちを味方につけると言ったと。で、マイナーメディアだと思わないでくれと。彼らの書くものを読む人たちは、車を買う人たち。だから、こっからやっぱり始めないといけないでしょうと。だから、そうしよう。で、プレストアというか、メディアの出頭を連れてきて、で、マツダがどういう会社であるか、マツダの技術はこれからこうの製品はこうでしょう、全部お見せしなさいと。で、ちょうどその時にですね、トヨタも同じような計画を持ってた。で、マツダとトヨタは同じ広報代理店をアメリカに持っていたんです。それが大変優秀な広報代理会社で、
特にその司会にあった社長のトム・ウィーズさんという、広報部がいたんですが、彼がすごく言ってきた。よしと、じゃあ松田トヨタ同じ時期にやろうと。ただし松田とトヨタの設定は一切出してやろうと。前半はトヨタ、後半は松田と、2社の間に接触はない。トヨタの人間と松田の人間があって、合議することもない、合同イベントもない。それぞれの方法でもってメディアにアピールしてくるとやったんですね。で、マスター何をすべきかということになって、とにかくメディアが来たら車に乗せると。で、車がその時にあるのは日本で発表したばかりのファミリアハッチバックで、これがすでにアメリカではGLC という名前で、販売する予定だったと。またその GLC という名前で、グレートリトルカーなんです、偉大なるちび車で、アメリカ人というのはね、面白い名前を付けたんだ。で、よくぞマツダ本社が GLC なんという機能をつけたもんだと思うんだけど、これは大いに売れた。で、GLC を乗せようと。で、ロータリーどうしようと言ったら、ロータリーはすでに、日本のサバンナ空母のスポーツバン、ですから RX3 の SP というね、スペシャルパフォーマンスという、性能型を発表したばかりで、アメリカですでに、みんな乗ってると。だからそれは乗さなくてもいいと。ただし、日本の松田の開発が一切にギンギンなのをしてるんです。エンジンパワーアップしてるし、エアコンドライバーデバイスが結構ごっついのもついてる。で、それをデモンストレーションとかセーラーすることが面白いね。それでいいけど、とにかく車に乗せるのは絶対的だと。で、そのイベントをやったんです。で、トヨタも大病旅行、どういうものを食べさせてもらったのか、ステーキと、毎日豪華なものを食べてきて、車乗ったかったら車は乗らないと。テストコースみたいな、テストコースみたいな、バンクがあるんです。多分ね、電装のテストコースだ。そういったないはずだから、その頃。で、おお、車何に乗ったんだ、バスに。でバスで持ってテストコースを見せた。いや、これはマスターにとっては非常に幸せだろう。で、広島に来たのが、とにかく車に乗せること。で、車を家庭だという戦術で行った。で、それはね、そのメディアのライター、それから編集長とも、本当に大受けてね。で、ホームライターのもね、そのヒーブランドルトンという広報会社の、天井員で、松田が終わった時に、飯食いで、そう松田はね、食事は勝手にやると。でホテルとか確かにサインすればいいよと。でもしね、ビッグマックハンバーグが食べたかったら、僕に言えば注文して持ってきてくれるよって言ったら、本当には注文して持ってきたい。それほどね、ノーマルな食べ物を言えてた。で、それを食べるのが大喜びでね。で、最後はね、松田の海外販売部門かな、マーケティング、それが、広島の中華料理を大皿で持ってもらう、買って取る。で、この時にね、このトリップは成功したと思ったのは、一人、ロータントラックの副編集長、みんな今回の旅行は楽しかったと。で、よくやったのはトム・ウィーズさん、その広報会社の副社長と。で、もちろんきちんとやっちゃって、実にコントラストなど面白い旅行をやってきたと。で、マスターは面白かったねってなことになってね、このトリップはマスターにとっては僕は大成功だった。
で、そのトム・イードソンというヒルアル・ノルソンの副社長、どんどん出世してその会社 で最終的に、CEO 会長になった。で、最初会長になると任期は別に定年だったって伸ばせばいいんだからやるかなと思ったら、ピタッと60でやめて、で彼はねやはりね、二足のわらじ、アメリカで言うと一つの帽子、もう一つはね作家だったの、西部開発時代を、バックにした小説を書いて、その一作がハリウッドでもって A クラスの映画になった。トミー・リー・ジョーンズだとかね、ケット、なんだっけな、スーパースターの映画でも、彼は本当にねスパッとした人間で、やっぱりこのトリップ、トヨタとマツダのコントラスト、それから あるものは見せた、乗せた、そのね広報のうまさ、これが大したものだった。あと20分、あと10分、はい、20分、うん、触らない、で、その時にマツダはこの、その後出てきたのは、初代 RX7 SA というのです。これはね、アメリカで発表、サンフランシスコで発表、マークアップするという最高級のホテルが発表した。ところが、ね、その時代はすでにマツダは、住友不参加にあって、ね、でアメリカで発表したのは住友から来られたマツダ中央部、販売部の社長で、これはお気の毒だった。その社長にね、新車、しかもロータリーエンジンを発表するというか、特だなと思ったけども、そのお話が終わって、みんながじゃあ市場に行こうと言った時に、マツダがやったのは、RX7、SA をずらーっと並べて、で、集まってきたジャーナリストたち、メディアに、あなた方の車をホテルでお預かりします、この RX7 でサーキットまで行ってくださいと。話ということはすでにここでもって街中で運転が彼らできた。でサーキット行った。でそしてそこではね、トム、F1 ドライバーで、そこでもってレーシングドライビングスクールをやってた、人物のチームを雇って、でそのインストラクターはまず、一緒に、RX7 に乗ってサーキットになって、このコーナーコーナーが複雑で進出なんだと、こう丹念に教えてくれた。でそれで回ってきて、じゃあ今度お乗りくださいと。お乗りくださいも、今度マツダの本社の開発部員が一緒に乗ってくれてね、で、走っていった。でサーキットはフルに走らせなかったんだけど、2か所に高速ジムカーのコーステストがあるコースがあって、そこに行ってまずは我々に運転させて、ジムカーだったらなかなか難しいだけど、なんていうか安全だから走って、で次に、もう一箇所のジムカーだと、そこは、マツダの開発ドライバーが運転したと。でこれはもう圧倒的に速いなってるからね。で、サーキットには山本健一、役員をはじめ、マツダさんという開発のトップが来られて、みんなと歓談すると。で最後にやったね、最も面白かったのは、RX7 新型、日産のね、まあ、日本でいうフェアレディセット、16マルノ Z
ホワイトポルシェの水冷コーリングを2位長かな、これのドラグレースがあった、ストリートで、で一番安いアレクサ君が一番速かった。でみんながわーっと喜んでね、このねイベントは全然終わらない、どうぞ。で後で田久保さんに聞いたら、あ大変好評だったけども、広報の予算使っちゃったって。次に出てきたのは増田あ開発担当部長の力作セダンだった。でプラットフォームがね新しさある時、アラクセブンの SA 同じ、プラットフォームで、ね、で、高さんがちょっと来てくれないっていうからこっち来て、三好のミッキーマウスというグループにちょこ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 走るところで、明日は素晴らしくいい。だけどヨーロッパでもって大市場開放になる、そうですね、調子が悪い。まあいいや、予算がない。だけど門出を何とかしてやりたいというから、それだったら一人だったら呼べるって呼べる。でモーターという雑誌の編集長、彼がイギリスのサロンカーレースでセダンレースのチャンピオンだった。彼呼んだらいいよと。で何の制約もなしに呼んで、三好で特に短いコースとかで山の山のコースね、ミッキーマウスというそこを走らせたり走った、ものすごく喜んだ。で帰ってモーターという雑誌で書いた、制約はしなかったから。で誰のからも文句は来なかったけども、その時のモーターの記事は他のメディアに大いに影響を与えてくれていますと、これはヨーロッパでは結構大丈夫だった。はいどうぞ。で、こう飛ぶんでしょうね。次が、FF ファミリア、まあ、アツタではアメリカでは GLS2 かな、ヨーロッパでは何て言うんだから、サニーさん出した。で、これも大広報広告代理店に委託したのは、その代理店のお得意なのは外国ロケ、きれいな写真撮影、これぞ詩的なナレーション、ポエムね、ビジでこうなる。だけど車は名前は出てこない。最後にちょびっと出てくるような宣伝ムービー、それからパンフレットを作る癖があった。で、この時の活動も海外にマーケティングも、これじゃダメだと思うけど反省して、で、作り直す。このね、車のスピーカー、これは、まだ社長になっていなかった山本圭一さんでございました。で山本圭一さんは英語はおできになる、もしね、なっているだけども必ず日本語でもって外国の発表でもスピーカーされている、非常に高い。それをスーパーインポーズして、あるいは、ね、英語に訳してで、これを発表した。これはもう山本さんが発表されて、で、パンフレットが読ませた。でこいつも当たった。なので この辺はね、それまでの、なんていうかな、慣習というかな、やってきたことを宣伝広報はこれ頼まなきゃいけない。で必ず海外旅行をやってきてる選手を取ってではなくて、車に乗せる車を語る
そのポリシーをね、確立した。だからその時のね、海外マーケットというのは大したもんだ。はい。まあ、それで、それから、ヨーロッパから人を呼ぶ、ライターを呼ぶ、有名なのは、ポール・フレル。彼はね、鈴鹿でもってレーシングスコールでやるんですよね。で、鈴鹿の鈴鹿でしょ、鈴鹿ランプかな、東京のカーグラフィックの協賛でスクールをやる。その時に松田に来て、松田グルメだったりして、まあ、あったんでしょうね、ぴったり。で、松田の車を評価する、これはね、シシリー島へ行って、コスモだ、牛場をやった。で、ポール・フレール、それからニーナ・パッカレラというタルガ・フローリーというレースの上昇ドライバーを引退したんだけど、それを呼んで、シシリー島の道を切ってゴリゴリやった。でものすごく滑る、火山灰質の砂でもってね。で、ニーナ・マッカレラっていうのは、シシリー島の住人なんで、滑るからみんな気をつけた方がいいよとか言って、こっちは慎重に走ってたけど、ニーナが今度走る場だったら、で、ガードレールにバリバリバリ、こうやったね。で、1台しか持ってない、持ってかない、アレクセルの FC が。だからこの時いろいろ写真を撮ったのは、片側だけ、片側から面白い話よ。でもこれも大成功したね。そうそうそう、はい。で、これは増田がルマン優勝、まあジャッピックスというベルギー人、オールフレンドらしい、それからオールフレンド、この辺が松田の、まあ、アドバイザーできないと思って、いかにやったらそのことがルマンに勝てるかと。で、松田が使ったのはイギリス人ドライバーで、ファーナドの2人とも若者で、ルマンの予算の8億は若者の一発勝負ではないと。それをね、ジャンキンクスとボードフレードが彼らに叩き込む。彼らもこの2人の、まあ、レース界の巨人、言われたことはこうきちんと守った。それはなかった。で、その時に、アレクセルの FD が発表になってたんで、これをいつでもと思った。これがまた大変な資料会で、鈴鹿ちゃんだったら、ジャッキー・クスポーズ、それから寺田さんがいたな、幼児も。なんて早いんだ、早いんだ、早いなんてもんじゃない。で、その時もね、残念だったのに、それを見たら、ストーカーだから。写真には映らなかった。で、この2人のね、レース界の巨人がやっぱりいい人を申したんでしょうね、松田のレースをやったりしてたんですよ。で、本当に手を取り足取り教えてた。はい。で、まあ、松田が今度フォード、まあ、少し違ってフォードの参加に入って、また面白かったので、ね、フォードから車を連れて役員が来る。で、彼らが松田を、まあ、再建しようという意気込みで来たんだろうけども、結局しっかり教えられたのは彼らじゃなかった。もう車作り、で、松田のね、開発の人たちの前でもね、向こうから来た開発役員、車付けたのを貼ってる。
でどういう車が好きだっていうのをこうピタッと当てた。でロードスターなんだけどスペースフレームだってバッチリくるね。それにロータリーエンジンのこの、マティディッチという1エンジン1エンジンって残ってたエンジンがね、まだこれを積んだのをさりげなく置いておくと彼らがぶっ飛ぶ。マツダという会社はこういう車ができたんだなと。エンジンがあったから、マツダのね、首根っこを押さえてこう、これあれつけれ、これつけれ、これフォードを作れじゃなくて、マツダの車作りをやはり真剣に助けていただいて、はい、で、あと5分だよ、はい、これ全く別の話なんだけど、韓国、ヒュンダイ自動車、ヒュンダイキアというメーカーがどんどん回ってきた。で、私もアジアエディションと回ってきたので、あれば頑張ってください。で、ヒュンダイ行って、見せてくれと言って、開発センター見せてくれ。その時に面白いものを見せるよ。で、大倉庫、大きな倉庫、それ見せてくれ。マツダ車、3人トラックを先頭にね、モモ、それからセダン、100台ぐらい、しかも小さな博物館があった、そういうことまでファミリア。感心したのはね、ヒュンダイこれからやるよと、韓国うちのメーカーよと。だけど、我々のルーツはこれだったと。こうやって習って車を作るんだよというね、感謝の気持ちを表したと。だからね、大変面白いな。これはね、そうそう、アメリカ の、 自動車技術会 SA という日本語に自議会というのが JSA というのがあるんですけど、そこの、月刊誌に書き出してね、79年に始めて、2016年までやって、で、SA もだん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 力がなくなったりしたら出てきた。で、最後のね、これに、マツダを送させてもらった。で、頑張ればここに行くんだよと。やっぱりエンジニアリングだね。しっかりした技術を培うことが必要なんだから、ね、エンジニアリングはみんな軽く見ないで、経済だけじゃないよというのをかけた。はい。そう。一つだけで良かったなと思うね。マツダのロータリーエンジン。これをなんとかね、イギリスでやってたエンジンオブザイヤーで、それにどうか分からなかったかなと思ったけども、アデックセイト、イギリスでの試乗会、ヨーロッパの試乗会うまくいった。で、この時のエンジンオブザイヤーはマスターの強敵はすごい、フォルクスワーゲンとかね、ルノーとか、フィアットとか、ヨーロッパといったら当然そっちに票が集まってもしょうがないんだけども、その中で、これはロータリーエンジン、レネシスという、僕は名前で呼んでるんですね、これが取ったっていうのがね、もうすごく嬉しかった、この時は。で、皆さんに、松田の皆さんに解説したいのは、アメリカの SAE という自動車技術会の雑誌、59年から16年まで多々いい題材を与えてくれたと。それともう一つ、これはアメリカ側がね、これ出してみたのが多かったんですけど、開発ブックをかけたと。ただし、アレックス8以外は日本語はないです。
アレクセルの2台 F2、F3、それからロードスターの NA と NB、それで終わりで終わりになっちゃった。ご自宅のね、本を書くにはね、ほとんど住み込まなきゃ分からないくらいここにいて、エンジニアの方にもそういうのを教えていただいた。で、ここに当時の半田さんという人の、そして広報パースが書いてるんですけど、よく面倒を見てくださって、ね、こういうのを、ね、アレンジしてくれて、で、ロータリーエンジンも、このエンジンは、ね、レネシスという名前をつけた、やっぱり外国の名前があった方がいいよと、いうので、なんてつけようと言ったらロータリーエンジンで、松田の広報 の若者たちが集まってね、会社で募集してると、電車で横方面やろうって、みんな広報が来て、で、まずロータリーエンジンあれいいなって、で、特徴は何だって言ったら、排気ポート、これがサイドハズレについて、で、インテークは前からサイドにある、で、それで行こうと、レネシス、それでいいじゃねえかと、で、アンダさんに英和自民人種を持ってきてくれと、でレネシス的な言葉はないかと言ったらあった、レネサンスというのがあります、フランス語で言うとルネサンス、芸術、これが誰か人たちはパーッとよく知っているルネサンスのあるんですけど、レネシスとルネサンス、ドンピシャ代がそれで出すのに出すの、なんと松田候補が候補やね、それでもって採用されてね、春さんという人に行ったりしてうちのは評判がいいらしいですよです、ね、最後にうちのは決まったらしいんですよ、まあ、嘘って言ったら本当に決まってた、で海外でのアレクセイのエンジンはレジシスと言ってました、割と早いですから、大体私はね、このくらいですね。そう。まあエンジンのレボリューションというのもあるんですけども、自動車でもですね、まあガソリンエンジンって言ってね、一回ガスタービンもあるじゃないですか。で、ガスタービンというのは結構してありました。これもガスタービンの例で。で、実際に乗せてくれた車、これ発売します。で、なぜ私がロータリーエンジンかというと、これは NSU というバイク名がバイクマイクで、この森田さんが作り出したんです。で、日本の NSU の第一線中央部の社長が、私はBMW のインポーターにいたもんですけど、うちの会社はすごいエンジン作るよ、資料のままが来るからあげるよっていうか、ありがとうございますって、その時のね、NSU の試乗会だった。で、NSU とは非常に変わったエンジンを作るのが会社じゃないっていうのが、本当に。そう、それで、ロータリーエンジンが発表になって、で、NSU でとね、すぐ資料を送ってきてくれた。これが最初のロータリーエンジン NSU の、ね、発表資料で、やっぱり作るならこのくらいのものを作らなきゃダメだ、しかもパンフレット、で、松田もそのくらいの作れやっつってね、
松田の国語資料、英語の日本語はないことだよ。バッチリこれを見ると車のハードで国語資料を作った。しかもその中に綺麗なねパンフレット、このパンフレットもよくできてる。最近では見ないけどよくできてる。学ぶのがすごく早かった。ですからメディアもために喜んでくれてね、私はイギリスのボードの声を読みましたとき、最初コスモで読むやろと思ったんだけど1ページ古い見出してね、まああるけどちょっともう時間がないから、でその次がファミリアロータリー組んで、その時初めてね山本さんのレクチャーを、これはね感激しました。でそれも2ページくれてね、ありがたかった。でこれから以外にそのモーターをね、あ、ごめんなさい、なかなかね日本の車でこれだけ切れなかったんだけどね、ロータリーでこれだけコスモでくれたっていうのはね、なかなかなかった。それとロータリーエンジンっていうのが何ていうかな、説明するのもすごく難しい。で、最初のフェリックス・バンケルという博士が、発明したというか、ロータリーエンジンは生産型とは全く違うんです。でこれはね、ドライコロベルとか、なんでね、スリーピスタン、ローター、これはオフィスビルで変わらない。でその外にハウズイングがあって、イナーハウズイングとアウターハウズイングがあって、イナーハウズイングは回転するのと一緒に、ローターと一緒に。でそこにですね、固定したアウターハウズイングから吸気で電気を通して火をつけないように火をつける。でまた回転するハウジング経由固定ハウジングに排気するという大変難しい構造で、できないことがなかった。実際に作ったエンジンを乗せたバイクだと思うんだけども、 250cc で 500cc くらいの動力もあった。だけどそれはとてもあと3分ね、はい、そうね、で、薬はダメというので NSU が独自に、バルター・プレイという博士が、量産できるコストが抑えないというローカルに手を作る。それがDKN という、アプラじゃないや、クライスクルの KKN が、現在の、いわゆるアルファレガシーというローカリーエンジン。で、それをね、その両方のタイプの説明をするのはものすごく難しい。で、そこで NSU が出したのはこのモデル。で、近くでお見せできないのは残念ですが、これだと、バンケル博士がやった DKM という真ん中のマットローターが回るやつで、マツダが採用した KKM という、これパッと外すとね、もう一つのタイプのエンジンになる。なかなか面白い。だからね、NSU にしてもバンケルに食い違いしても、これを世の中に出すというのは大変なこと。それを持ってきて NSU が、まあ、努力はしたんだけど及ばなかったことをマツダが果たしたっていうのはすごい。で僕はそれは山本さんよくぞそこまでやった。あと1枚で、はい、これ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 、
これいい、これもいいでしょう、うん、あと1枚か2枚しかできない、え、あと1枚しかできない、うん、あの別の世界です、フォーローターまでやったんです、2ローター、フォーローターで、いろいろお願いした、別の世界です、ね、粘った粘った粘った、で最後にフォーローターに乗っけてくれた C マイル、ところが、な運がいいだらけではないと、路面がガチガチに凍ってる、でそろそろそろっとバンコのあるコースの下から2番目のところが、でそのうちに、溶けてきたって言ったら、じゃあリリース車は僕が運転しようと、慣れない人が90度バンコにこの黒目で走ると失神する可能性がある、じゃあ、お願いしますって、すごい色々バーッと上がって、で、カメラを走ってるところを撮ろうと思って、こうやったら、持ち上がらない。で、ものすごい銃だった。いやー、ロータリーエンジンっていうのはすごいみたいな、それがその時の写真でね。で、メルセデスは本当に真面目にやるつもりで、これが、そのドクターベリンってわけよ。ロータリーエンジン担当者の工房で、3ロータ、4ローターたくさんで、実際に、量産車採用直前まで SL のエンジンはロータリーになる予定だった、ところがそこで最近の広がってダメになった、はい、これがまあロータリーの、はい、いいです、もうおしまいだ、あとはもう一応じゃあバーッと見せますね、じゃあちゃんとね、はい、はい、じゃあこれが最後だから、はい、これでおしまいです、はい、いろいろ体験させていただいて勉強させていただきました、で、いっぱいに今日そのエンジンが流れているシーンを見せていただいて、嬉しかったな、いいものを見せていただきました、これで、90歳に何がありました皆さんご清聴感謝します、ありがとうございました。